洗い物しないでそのままっていう。台所は一応ぐるっと一周できるようになってますね。賞味期限ですよ。お菓子の袋があったら賞味期限確認してくださいとか。2007年。じゃあ男の子が2人だって、これがこれですね。こっち多分お兄ちゃんで弟さんで、これあの最初の居間っていうか、あの家のリードがあった入り口ですね。家の犬飼ってた跡みたいなのがあるんですよね。ケージかなんか、あのお散歩ロープっていうか、あー、はい、リード、リードがそこにあるんですけど、これですね。もう現役の頃の普通のお家だったかな。こんな時代もあったんだね。はい。ちょっとこれ見たとき切なくなったっすね。これがね、切ってちょっと平成天皇の御即位記。これ京都の奥さん、多分奥さんだと思いますよ、ね。でこれが夫婦、多分ご夫婦なのかな。これちょっと誰だか多分親戚とかかもしれないですけど、これも多分お父さんですよね。お金持ちのお坊ちゃんみたいな服着てる。あと一回どうすかね。あとこれやっぱ見てない。あ、このガラスはそうです。はい。一回。小学校。視線が合ってない子は多分違うかもしれない。多分お兄ちゃんかどっちかっすね。お父さんか。
かよくわかんないです。おばあちゃん。ふるさとに帰ってくる。列車で。あれ、これ、ここ？この変な像みたいな。ここじゃ、ここじゃないと思うんですけど、決まったんですけど、86年なんで。どっかの？どっか多分観光先みたいな。犬映ってるんですよね。これここじゃないの、もしかして。だって、なんかすごい旅行に行ってるっていう格好じゃないでしょ、これ。ああ、確かに。これもなんかさ、ここっぽい。ちょうど、あ、この屋根が多分なんかさっきのお賽銭箱って井戸みたいなとこですかね。そうだ、犬いるしさ、こんな格好で旅行行かないでしょ。遊びしてる。賛美してるね、確かに。そう。向き合うのもそうですね。そして、正解適当に購入する場合、電子版で購入をお願いします。多分そうっすね、借金の新規回収書類センター購入金額ね、お利息損害金0円、前回不足金0円、合計2万8000個請求。ここに貸付金額70万って書いてあるんで、で平成7年12月14日ご契約日、毎月支払い額2万8000円。購入金を断られた場合、契約書類を記載の通り、期限の利益を喪失してもらうと、債務の全額の弁済をお願いすることもありますので、ご注意をお願い申し上げます。督促状っすよね、こういう感じで。これって、あの、再生箱。あ、そうですね、これが倉庫だもんね、さ。はい、多分やっぱ結構前からやってんすね、子供が小さい時。はい、多分おじいちゃんっすよね。あ、そうですね、孫とね、家の人やっぱおじいちゃんっすかね、旦那さんっすか、顔違うっすか。子供が小さい頃はおじいちゃんがいて、それでやがて亡くなって、うん、ていうかおじいちゃんからやってたのかな、その施設の宗教が。
さっきの入った倉庫っすもんね、うん、87年2月11日自分86年生まれなんでやっぱ息子さん下の下髪かわかんないですけど存命なら36日してます。なんかあの方位っていうの、はい、そういうお坊さんとかそういう格好したやつとかはない なんかないっすね。いかにもその司祭みたいな神主さんとかそういうの。そう、ここなんかもう子供の家族写真だけなんですよね。やっぱお姉ちゃんいるのかな、七五三かなんかっすよね。これが父親だよね、おじいちゃんの。あ、そうっす、若いっすもんね。白いシャツの人がお父さん。どういう関係なの。お父さん、お母さん、これおじいちゃん。これが妻で、奥さん、旦那さん、でじいちゃん、ばあちゃん。あ、おじいちゃん、ばあちゃん。まあ、まだ若いけど、大きくなってからの写真がないんですよね。もう完璧にね、もう家ですね、家。食器棚ですもんね、うん、茶壇。慎吾くんって書いてある。慎吾と絵本かなんかの名前書いてあるし、
近所の子かな。これここかな。あの奥の工場で。けどこんこのコンクリートしっかりしないっすもんね。作りが違うけど。けどまあ多分おどっかのお家っすよね。90年だからちょっと新しいっすよ。別の家？いや違うか。あ、なんか親戚の家とかですかね。このでっかいガレージないっすよ。あ、親戚の家だねこれね。お姉ちゃんは親戚だ。姉妹だもんね。そうですね。で、青い帽子かぶってんのがどっちだろう。お兄ちゃん。どっちだ。坊主の子か。この写真は前は見なかった。そうですね、ざっとこの男の子とかがいるなっていうのを見てたぐらいですかね。蚊とかすごいな。はい、もうヤブがあるし。人間なんか来ないですからね。姉妹が兄弟を可愛がって